日本代表が1から2月に行われたアジアカップを、早々と準々決勝で敗退した悪影響が懸念されている。日本は、アジアカップ出場国で FIFA フフランキングトップだったこともあり、優勝候補筆頭に挙げられていた。MF 久保武房、レアル・ソシエダード、MF 三笘薫、ブライトン、ラオウ・ヨシ、歴代最強との呼び声も高かったが、蓋を開けてみれば、 イラクに敗れて1次リーグ2位で16強入りすると、準々決勝でイランに負けて大会から姿を消した。これが単なる敗退だけで済まない可能性あるわけだ。元日本代表 DF の田中マルクス・トゥーリオは自身の YouTube チャンネルで2026年北中米 W 杯アジア予選は突破できるとする一方で、アジアカップの情けなさが、俺らも日本を倒せるんじゃないかと、アジアの格下チームに。 希望を持たたせてしまった挽回するには素晴らしいサッカーを見せていかないといけないと指摘した。今月は北朝鮮との北中米 W アジア2次予選2試合21日イコール国立26日イコールピョンヤンを控え6月には同予選でミャンマーシリアと対戦する。W 杯へ向けてはいずれも相手の希望を打ち砕く勝利が求められそうだ。